21、捕獲3体、中西少尉から24名、これより出撃いたします。射死の成功を祈る。1945年春、鹿児島県の知覧飛行場は陸軍の特攻基地となり、終戦まで439人もの若者が飛び立っていくことになりました。この作品は彼らを見送り続けてきた富谷食堂の神鳥浜留さんとその若者たちを描いた真実の物語です。大人から子供まで幅広い層に大人気の映画名探偵コナン、シリーズ最新作は本格推理サスペンスだけでなく歴史ミステリーや冒険アドベンチャーも楽しめるスペクタクル。約300年前の海賊の財宝をめぐるトレジャーハンターたちとの戦いにご注目ください。奪われた2つのアイテムがこの謎を解く鍵になるはずです。くそ、やっぱり奴ら狙っていたのか。動くな。これ以上俺たちの邪魔をするな。奴らはただのトレジャーハンターではない。我々も向かうぞ。直ちに船の手配を。財宝伝説の謎のハンター、面白い。300年の時を超えた暗号。ジョリー・ロジャー。真相に近づく時、一体何が。このままあいつらを放っておけってのか。クダク、信じてるわよラン。任せて、その子。オカン、いろいろごめんね。そしてありがとうね。小説家、イラストレーターなど多彩な顔を持つリリー・フランキーさんの大ベストセラーを、バタ足金魚、さよならクロの松岡ジョージ監督が透明感ある映像で綴った新作です。いつの間に本やら出したとね。頑張っとやないの。嬉しかよ。私会ってみたいな。そう、東京に行ってええんかね。いいよ、来たらいいよ。それもそれも食べるしお母さんもうダメかもしれんな。東京にもあったんだ。僕の一番大切な人、たった一人の家族、僕のために自分の人生を生きてくれた人、僕のおかん。なすびの味噌汁があるけん、それぬくめてから食べんしゃ。おかん、何を言う。Thank you.
お前ら全員焼き入れんぞ。わけも分からず強制送還、今じゃ何の因果かマッポの手先、この身一人と覚悟のはずが、不意に出会ったたちのため、期間限定スケバンデカ朝宮咲。